アンノーンいるんだったらアンノーンだけ捕まえて次行きてえな。あーなんか結構深いなここ。うわすげえ、めっちゃ地下ある。石？大きなキノコ？あーアンノーンや。これが何なのかもう全然分かれん。何ですかこれ？ W？ アルファベットの U らしいです。目覚めるパワー。そっか今もう目覚めるパワーってアンノーンしか使えへんやったっけ。何されてんのかがわからん。はい、じゃあこれで捕まえましょう。君 U なんやって？ You and me の U ってこと？ちょっと確定ゲットになっちゃった。まあボックス入れとくか。アンノーン捕まえたし帰りますか。やべえ迷った。なんだここ不思議な飴。金の玉。え、いいんですか？なんか悪いっすね。怪しい横。請求書とか言ったら笑う。あ、不思議のプレート。時空空間の2匹分身として世に放つ。何？あー、なんか、あの、面白い。なんか書いてある。なるほど。あー、はい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 。あー、わかった。週末、あ、日曜日ね。わかったわかった。土曜日あかんのね。オッケー。あぶねー。パート3つ分ぐらい隋の遺跡に費やすかと思った。ほんまに出られへんかと思った。ああ、なんとか出れた。帰るも。帰る前にちょっとここの家をチェックできてないよな。失礼しまーす。お、お邪魔。アンノーンのこと調べてる。アンノーンっていろんな姿があって不思議。アンノーン持ってたら僕に見せてくれると嬉しい。ああ、これボックスのやつも見せれる？見せれるわ。その姿のアンノーン初めてだね。俺にこのボールカプセル一つあげる。へぇ。別の姿見せるたんびにボールカプセルもらえるんかな。もう現時点でボールカプセル12個持ってるから、なんかこれ以上もらってもって感じはあんねんけど。まあ一回行きますか。しかしあの子レベル20のアンノーンがバシバシ出てくる遺跡に一人おって大丈夫なんか。あれ？え？どういうこと？あ、これ、もしかして、この草むら、車輪越えて入られへん。へえ、なるほど。そういうのがあるんやな。見つかりました。ホロトックか。ギリ残るよね、よし。計算高い。歌う時のメロディーってもしかして初代からずっと変わってないかな。よーし。ヒゲがいいね。コルトック君、そのヒゲうちで生かしてみないかい？ヒゲをですか？ごめん適当に言った。ヒゲとかな大丈夫よ、ないからそういうの。んー、なるほど。なんか草の背が高いんやね。エイパム、なるほど。エイパムって手こんな適当でしたっけ？あ、ネギも寝てる。忘れてた。なんか可愛い顔してるなぁと思った。起きろーネギマ。さすがに乱れ引っかかれたら起きるやろ。乱れ引っかかれてんねんで。これで寝てたらもう、さすがに、ねえ乱れ引っかかれて。あ、くそが割れてる。攻撃が下がった。防御が下がった。でも風起こしなら、あ、さすがに目覚ました。大丈夫かね、今やりたい放題されてたぞ、お前。ああ、倒しきれんか。げえ。ひどい目にあったね、大丈夫？ごめん、これはお前を起こせへんかった、俺が悪いわ。キリン力ってエスパーついてた気がすんねんけどな。悪で抜群取られへんかな。あ、これそうじゃない？ OK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 。 あ、しかも急所当たってる。さあ次がコダック。まあ、これは変えましょう。なんでもいいけどスッポンが結構育ってるからポンちゃんでいくか。牧場おじさんしっかりポケモン育ててるね。いいね。牧場おじさんお腹周りがキュートやね。さすがに終わるでしょう。 OK。
頼もしいポケモンだな。おじさんのおかげで、早速、ズイタウンに変える決意が、あ来た、ブイゼルが、ゴチルゼルに、違う。ブイゼルって進化したら何でしたっけ？めっちゃビジュアル出てくるけど名前出てけへん。君何でしたっけ？フローゼルや。氷作ってこと？フローゼルってことは。もしかして。あ、水単体なんや。へぇ。名前のフローってフローズンのフローかと思ったけど違うんや。ここから、これで、こう上がって、こう双子ちゃん！やられた。双子ちゃんやってること狡猾やぞ。ピカチュウとピッピー。なるほど。どうしましょうかね。ポンちゃんは引き続き戦ってもらって、スッポン。今更けど、スッポンもポンちゃんやな。おー、いいですね。麻痺なった。で、スパークはスッポンに変わったから効かない。チャームボイス。なるほど。まさかダブルスバトル用の技を覚えているとは。で、これ、葉っぱカッターと、まあ、噛みつくで終わりじゃないかな。葉っぱカッターでピッピは落ちるでしょう。あ、これは終わったかな？オッケー。ありがとうございました。うちのネギマがお守り小判を持っています。負けた時を見ている感じ、おそらく、もう所持金の半分を渡しているっぽいから、つまり所持金全額出せってことやな、これな。二人とも持ってる金全部出せ。ヒヒ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 ヒ。誰に喧嘩打ったか思い知れ。ママも双子。マジ？すごいな。結構、道順が意味わからんけど、こうか。こうして、おー、スーパーボール。あれ？そこってもう街？よいしょ。あ、見つかってしまいました。ワルさんが P。なるほど。まあ、P であればネギまでどうにかなるでしょう。かわいいね、P ちゃん。またね。で、ピッピ。え、まさかピクシー？ピッピってさ、最初の頃めっちゃ押されてなかった？なんやったら最初の頃のポケモンってピカチュウよりもピッピ押してなかった？なんなら。すっかりピカチュウが大人気ポケモンになったからその場所取られたけど、ピンプク。あ、もう帰んのめんどくさいからこのままでいいわ。あれ、ラッキーって防御と特防どっち高いんやったっけ？なんかどっちかがめちゃくちゃ高いんよね。確か防御が低いんじゃなかったっけな。特防が高くて防御が低かった気がする。覚えてないです。オッケー、ありがとうございました。あと完全に忘れててんけど、ずっと恋国入れっぱなしやわ。ガンちゃん書いておいで。よし、これで手持ちに厚みが出たな。あと懐いてほしいからネギマ出そう。あ、おいで、おいでおいでおいで。大丈夫か？ブリーダーに引っかかってたぞ。ここって、あれ？あ、町じゃないのか。なんか施設が。あ、カフェ山小屋、絞りたてミルクあります。めっちゃコダックおらん？ここ。何ここ？コダックがじっとしている。何をしても動きそうにない。ほんまっけ。よし。失礼します。やっぱネギマンスピードが速いな。こんにちは。こちらが自慢のポケモンです。はい？何？怖っ、やば、怖っ。なんで山歩き疲れて一服しに来ていきなりポケモンバトルせなあかんねん。あとこのファンシーな背景何？よし。天使のキス避ける。あれ？闇カラスってデビル進化じゃなかったっけ？今更やけど。闇カラスって石でしたっけ？闇の石でしたっけ？負けてもスマイル。すいません、飲み物ください。メロンソーダください。モーモーミルク。何？美味しいモーモーミルクごっくんしてください。おい、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 あかんあかんあかん。
じゃあ、モーモミルクだけですけど、モーモミルク500円1本いかがですか？ああ、1本買う、10本買う。怖っ、この選択肢。すいません、じゃあ、モーモミルクください。ありがとうございました。ポケモン勝負を持ちかけてくるお客様がいますけど、ゆっくりしていってくださいね。お前んとこの店員がいきなりやったぞ。外にいるコダックたちを見たか。コダックというのはいつも頭痛に悩まされているポケモンでな。静かに見守ってやるしかないだろうな。あー、じゃあ、こいつらが戦闘を挑んでくるってこと？そんな椅子に腰掛けながらポケモンコレクターのミキを。ウソッキーを繰り出した。ウソッキーですか。ポケモンコレクターの所持金全額奪い取ってやるよ。というわけで、うちの、フローゼルちゃん、水鉄砲を、うわあ、水鉄砲結局尻から出るんや。どうしたって尻から出るんやな。まさかの連続ウソッキーやった。え、こいつウソッキーしか持ってない？もしかして。続連続ウソッキーやったわ。じゃあすいません。怪しいところから出る水鉄砲で。あ、頑丈。いや、違う。普通に1残った。しかもストーンエッジ当たった。痛い。なんでこいつだけ1残ったんやろ。際どいところやったってことか。さっきの二人もギリギリ倒せてたってことか。それか最後のやつだけ努力値違う。もう一人も戦っておきましょうか。バリヤード、ついにネギマのレベルがすっぽんに追いついてしまった。なんか一応最初にもらったポケモンは一番レベル高い状態をキープしときたいという思いがあるので、ここはすっぽんで。ああ、そうだった、汚染だった、足汚染だったわ。いかがでしょうか。うわー、倒しきれない。貝殻の鈴があるので若干回復しますが、まあここはもう何の技出しても一緒ですね。向こうが先なんで。気持ちそう、ちょっとだけください。ありがとう。なんかポケモンコレクターがすげえお金くれたわ。ありがとうな。さて、回復も兼ねて戻ってきたんですけど、この辺りのトレーナー倒しちゃうか。まあ多分同じことの繰り返しになるから、動画はカットでいいかな。スカンプートニャルマ、こいつら銀河団では。めっちゃ銀河団で見たことある。ネギマが全部やるわ。もうネギマが翼で打つ。今1万円ありがとうございます。神親子やんけ。君もお金くれんの。お、あ、鳥休めちゃうわ。鳥休めって羽休めくれたの。嬉しい。回復技ですね。あれ、ネギマが何か持ってる。おお、孫の実。ありがとう。えら。どうしたの、ネギちゃん。やっぱ足速いな、鳥。これは、あー、はい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 。この、微妙に処理されてない草むら何？ポニータ。てかなんか雨降ってますね、この辺。あ、釣り歩いてるポケモンってモンスターボールから出せへんねや。へえ、面白。よし。トレーナー制の時は、一回閉まってるって扱いねえな。人と話す時にポケモン釣り歩いてたら失礼みたいな。そういう感じなんやろか。ちょっと待って、これ雨って、もしかして演出じゃなくて本当に雨降ってる？やとした場合、炎技が威力下がってる状態ってこと、これ。なのであれば、あれ？なんでダメ押し効果抜群なの？あれ？ドーミラーって鋼単体じゃないのか？鋼と？アクワザが抜群やから。アクワザが抜群、エスパーか、エスパーかな。あー、調べました。エスパーついてるんですね。知らなかった。あー、縦トプス。はい、縦トプスか。じゃあ、交代。縦トプスって岩タイプですよね。岩だけ？地面技効くよね。おお、生き残った。頑丈か。頑丈持ち多いな。タテトプスってよく見たら顔どうなってんのこれ。めっちゃ怒ってる。オッケー。
縦トップスいいな。でも頭蓋骨欲しいな俺。トレジャーハンターとか言ってなかった？やっぱ地下の方がいいか。うわーこいつアイテムお守りし物。はい PP エイド。あでもこの人ジョギングか。ジョギングってなんかポケモン1匹しか持ってないイメージあるな。じゃあすいません、対戦よろしくお願いします。あージョギングのルール破りし者や。あージョギングってポケモン1匹しか出したあかんのに、しかもルクシオやし。まあさすがにネギマのままでは戦われへんな。電気技使ってくれるかね。使ってくれない。でも睨みつけるのはかわいいねー。ルクシオちゃんかわいいねー。さすがに向こうの方が早いかな。充電。おっとそんな悠長なことしててええんか。特防が上がった。しかしまあ耐えられへんやろ。ただ何出してくんのかがほんまに読めん。これムクバード、トリか。あらかわいいわね。威嚇されて攻撃力下がっちゃってかわいいわね。あーあーすいませんでした。ほんますすいませんでした。まあ一発でしょ。OK。最後の一匹が本当に読めない。ポニータ。まあもう終わりやな。すべてにおいて終わりやな、この状況。アクアジェットでもとどめさせるんちゃうか。ほんな。ああ、雨、こんな雨降ってるとかあるんやね。助かるわ。さて、ああ、なんか結構、こう、この人何してんの？お、しっぺ返し。ポケモンの世界優しすぎへんか。お、お、なんか甘い蜜押しだ。嬉しい。なあ、首を。やめちゃった。ああ、かわいいね、ネギマちゃんね。ん？これ、居合切りで切ったら、ショートカットになるってこと？野生のビッパどこに、あっぶねえ！あっぶねえけど、それ欲しいからやっぱ戦うわ。よく見たら空手王やん。空手王お金持ってないから嫌い。どうせお金持ってないんでしょ、あなたも。対戦ありがとうございました。お金ください。2倍お金ください。すいません、お守り小判です、これが。はい、1500円。やっぱりお守り小判なかったら1000円切ってましたね。ありがとう、ありがとう。ちゃうね。俺、拳のプレートが拾いたくて。時間空間をつなぐ3匹のポケモンをも生み出す。なんか僕がポケットモンスターをそんなにやってないっていうのもあるんですけど、ポケモンってこんなにトレーナーいましたっけ？めちゃめちゃ敵トレーナーおらん？今更やけど俺いくら持ってんの今。10万円あるわ。金あるー。バッジを見る。ああ、バッジが汚れてる。あ、っていうか今更やけど、ギョスガシティのトレーナー結構後やな。ああ、なるほど。なるほど。じゃあ、あのタイミングで戦ったら俺負けてるわ。優しさやったんや。ありがとう、メリッサさんやったっけ。ありがとう。君の手で切り裂いて遠い日の記憶をというわけか。あと遠くないですか？次の街。結構頑張ってる、歩いてるんですけど、ネギマは全然俺に懐けへんし、何なんですかね、この感じ。お、オンちゃんが進化したぞ。レントラーか。コリンク、ルクシオ、レントラー。おお、強くてかっこいい。耳かわいい。なんで横向いてんの。こっち向いてよ。あと足型かわいい。あらゆるものを透視してしまう目を持つ。へえ。もうもはや何一つポンデリンクではなくなってしまったな。あ、これはダブルバトルっぽいな。トバリのジムに挑戦、その前に一勝負。そっか、トバリシティには、ジムリーダーがいいのか。いいですね。おお、エリートトレーナーとエリートトレーナー。エリートトレーナーやったやん、こいつら。
すげえ。やべえ、モーカザル持ってる。効果は、あ、格闘ついてる、もしかして、モーカザルって。あー、そりゃ。じゃあ、そっちはネギマにやってもらうとして、すっぽんは葉っぱカッターでニャルマを攻撃するか。まあ、これは終わるでしょ、OK。終わる。しかも、急所に当たる。多分、今、めちゃくちゃ痛い。痛いなんてもんじゃない、今も。OK、OK、OK。ツバメ返し。おぉ、痛い。食ない。いや、それですよね。ナイトル、やっぱり防御力が高い。足が遅い分、防御力ですよ。この耐久力で、戦うと言うとるんです、こっちとら。あ、まだ見んの？ユンゲラー。え、しかも片方だけだろ、持ってた。ああ、持ってる。へぇ。ギャラドスとユンゲラーか。どうしようかな。いやー、これ引き続きこのままでいいんじゃないかな。翼で撃つで、多分ユンゲラーは防御低いと思うから耐えられないでしょう。で、ギャラドスは、あー、そっか、飛行やから、草技等倍か。ま、いや。これは耐えれんやろ。オッケー。ギャラドスに有効打がじゃあないのか。まあ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 。氷の牙、やめてください。なんでそういうことするんですか。草タイプですよ、コストラ。さあ、この翼で撃つで終わらない。強いな。やめてください。なんでそんなことするんですか。冷たいですよ。ちょっと、吸います。助かる。癒される。癒されるわ。ありがとう。これ、経験値結構もらえたんちゃうか。おー、いいですね。なんかこのゲーム全体的に女トレーナーは負けた後不機嫌になって、男トレーナーびっくりせえへん。ポケモン勝負に年齢や性別その他一切関係ない。あ、そうっすね、すいません。というわけで、これはトバリシティに着きましたか。おお、来た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 。もうさ始まりと同時に終わってるよ、トバリシティ。ほら、お前だよ、お前。ここは銀河団の倉庫、子供は関係ないだろう。はぁ、あ。あ、ちょ、今、うちのポケモンに押されまして、すいません。すげえな、銀河団勢力、ボリボリに伸ばしてるやん。ボリ伸ばしやないですか。石の町、なんたって隕石があるからな。へぇ。最近できたファッションスタイル、結構繁盛してる。ファッションスタイル？石に囲まれた空間。うわあ、ここロッククライムか。手柄を立てれば倉庫にある技マシン、ソロを飛ぶを使わせてもらえる。マジっすか。ちょっと俺手柄立ててきます。俺手柄立てたいっす。隕石がある。へえ、すごいなあ。ネギマンあかんで、つついたら、あ、キリン力出してる。同じ感覚で首を振る美しさ。君にこれをあげよう。メトロノームを手に入れた。メトロノームって何でしたっけ。同じ技を連続で使ったとき威力が上がる。ああ、なるほど。銀河帳ビル、夢は宇宙へ。ほう。え、ここ、ジムスリーダーいるんですよね。ジムあるんですよね、ここ。帳のジムリーダー、スモモ。野瀬のジムリーダー、マキシ。そして、ヨスガのメリッサ。あいつら強くて勝てん。ヨスガのメリッサだけ、ちょっとなんか、名前のルール違うけど。でも確かにそろそろ変えるのも一苦労やなっていう感じになってきたね。これぐらいのタイミングで空を飛ぶが手に入るようになってんねんな。OK、じゃあジムリーダーバトルトゥーザーエンプティー。彼は私が落としたら私の広角レンズで探している。レンズをなくしたんだけどレンズがないからうまく探せない。何言ってんの？なんちゅう家や、ここ。世の中にはいっぱいマジシャン、つまり手品師がいるが、そのうち 5% は本物のエスパーじゃないかな。泊まりジム行ってみたか、アスレチックみたいで面白い。へぇ。疲れてない、あなたのじゃないわよ。なんだろ、ポケモンちゃん。よかったらマッサージしてあげちゃうけど。え、よろしく。じゃあ、ずっと飛び続けているうちの鳥を。
そういえばこの子こんなの持ってたわよ。スパークシール。え、本当ですか？ありがとうございます。どこに？一体どこに？姉さんは野瀬シティ、バンダナ兄さんと恋人同士、ポケモンを連れ歩いて仲良し恋し。何何何？え、ラップ？あれ？ヒコリオン。どったの？ポケモンジムに挑戦？どんどん強くなってくね。私はデパートでお買い物とか。もちろんちゃんとポケモン図鑑も頑張ってるよ。じゃあね。それだけやった。ジムの前に、あ、これこれこれ。なんか、さっきちょっと気になってたよ。これ何？何ここ？怖っ。ファッションスタイル、指を震えようこそ。何が起きんねん、ここで。怖っ。買いに来た。おー。服着替えれるんや。ちょっと待って、俺めっちゃ金あるわって思ってたけど、 EV スカジャンスタイルとゲンガースカジャンスタイルで全部吹き飛ぶわ。ウィンタースタイル可愛くないですかこれ。スプリングスタイル、あとピカチュウパーカーはね、安いんやけれどもシンプルに可愛いと思います。まあとりあえずピカチュウパーカースタイルにするか。そして着替えるか。サイバースタイルはこれちょっと透かしすぎやな。かましすぎやな、これな。ちょっといくらなんでもかましとるな、これはな。ウィンタースタイルにするか。もうこの時点で俺ポケモンのために使ったお金を超えてんけど。この旅が始まってからポケモンのために使ったお金を。このお店の散財で全て終わらせたわ。俺ほんまにポケモントレーナーか？よーし、事務戦頑張ろうな。なあ、なあ、ネギマな、どうした？なんでそんな冷たい目してんの？ネギマ、どうした？よし、な。自分頑張るぞ。